皆さんこんにちは。阿蘇医療センターだより第7回は認定看護師シリーズ感染管理をテーマにお伝えします。お話を伺うのは阿蘇医療センター院長の甲斐先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回は認定看護師についてご紹介しますが、はい、そもそもこの認定看護師とはどういったものなのか、まずは教えてください。はい、わかりました。例えばお医者さんの中にはですね、私脳外科だったり、うん、循環器の先生だったり、専門専門のそれぞれの、スペシャリストがいますが、はい、それと同じように、看護師さんの中にもそれぞれの疾患とか病態とかを、対応するような、いわゆる看護職の中のスペシャリストというのがこの認定看護師というのになります。はい、現在阿蘇医療センターにはその認定看護師の方は何人ぐらいいらっしゃるんですか？はい、現在、3名在籍しています。1人目ががん化学療法看護を担当する佐藤美和看護師がいます。2人目は感染管理を担当する柿本純子看護師がいます。3人目は最近合格したんですが、認知症の看護を担当する古澤飛鳥看護師が3名在籍しています。では今回、感染管理に関して認定看護師について山部看護部長と、それからそれを担当する柿本純子看護師に、詳しくお話を伺いたいと思います。認定看護師の資格を取るには、日本の看護師免許を取得後通算5年以上の実務経験を有し、なおかつ日本看護協会の定める教育期間で615時間、およそ6ヶ月にわたる教育を収め、さらに認定審査に合格する必要があります。時間のかかるチャレンジでもありますが、受験する看護師の努力も不可欠で、向上心も求められます。その認定看護師の皆さんは実際現場ではどんな役割を担っているんでしょうか？幅広い医療の現場で患者さんや家族により良い看護が提供できるように、認定分野ごとの専門性を発揮しながら、現場での指導教育や実践、相談業務に乗るなど、看護ケアの広がりと、質の向上を図ることが期待されています。私が認定看護師になろうと思ったきっかけは、10年ぐらい前にですね、感染の研修会に参加させていただいたんです。その時ここの病院が感染に対して非常に遅れているというのをすごく感じまして、これは誰かのきちんとした専門的知識を持った人間が必要だなというふうに思っていたんです。そんな時にちょうどそのところの看護部長が感染の学校に行ってみないかっていうふうに勧めてくださって、もう多分落ちるだろうなって思ったんですけれども、受けるだけ受けてみようかと思ったら、 なぜか奇跡的に合格してしまいまして、それから6ヶ月間感染管理の認定看護師養成課程っていうのを卒業することができまして、試験にも合格しまして、いつの間にか認定看護師というふうに呼ばれるようになっておりました。具体的には普段どんなお仕事をされてるんですか？そうですね、病院の中の感染に対することを全て行わなくちゃいけないんですけれども、まず院内の中をラウンドして手指消毒薬の使用量の調査を行ったりとか、あとは水回りの清掃ですね。水回りは細菌が繁殖しやすい場所ですので、そこがきれいに清掃ができているかなどの環境のチェックを行ったりしています。それからはあとは院内で研修会を行ったりとか、新入職員の方が入られた時にはもう全ての方にオリエンテーションを行うというのも私の役目になっております。現在のお仕事のやりがいなどありましたら教えてください。感染管理認定看護師という立場は、病院全体の感染に関わる業務を全て担っています。あと重大な任務を背負うことになりましたが、とてもやりがいのある仕事だと思っています。認定看護師になってからは、この阿蘇地区から研修会の依頼などが何度かありまして、研修会を開催したりもしております。今後も阿蘇地区の感染対策の向上にお役に立てるようであれば、お受けしていきたいと考えております。今回のテーマ認定看護師についてですが、
医療の現場において、医師の立場から見たこの認定看護師というのはどういった存在ですか？はい、まず今回感染管理についてのお話を、させていただきましたけれども、感染管理に関しては特に医師をサポートするという立場ではなくて、もう医師を逆に言うと指導してくれるような認定看護師の役割をしていただいているんじゃないかなと思います。例えば数年前に海外で発生しましたMERSという特殊な感染に関して、阿蘇地区でもし発生した場合にどう対応するかというのを、阿蘇保健所とタイアップをして、いわゆる、予防の訓練とかいうのをしてくれました。また昨年の熊本地震後は、特に避難所とかそれから車中泊をされている方たちに対応して、この認定看護師、特にこの感染管理に関して非常に、高い役割をしていただきました。まずは避難所でノロ感染が発生しそうになったときに、この感染管理をやる、柿本看護師が各避難所の対応していただいて、強力にノロ発生を、蔓延しないようにするにはどうしたらいいかという対策を、熊本県それから熊本大学と、対応していただきました。その、結果、それぞれの避難所でノロ発生が、いわゆる大量発生、パンデミックというんですけども、そういった発生がなくて済んだという経緯があります。本当にこの認定看護師がいていただいたおかげで阿蘇地区の熊本地震後の、対応が非常に良かったんじゃないかなと考えています。私たち市民にとってもその認定看護師の方たちっていうのは本当に力強い存在になるんですね。そう思います。はい、ありがとうございます。今回の阿蘇医療センターだよりは認定看護師シリーズ、今回は感染管理についてお伝えしました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。